ばいっす。マジか。全部 P の可能性が。バイク甘え、バイク甘えとか言ってガッツリバイクで来たけど、これシートに入らへんから、これはしゃあないな。これで持って帰りますわ、ほんま。はいどうもチェリーです。てな感じでね、とんでもないことになりました。これですわ。めったくそ多いわ。大変持って帰ってくるの。前回と合わせたこれやぞ。こんなことなってる。おい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 おーおー、もうなんかね、むっちゃぐちゃですわ、引きすぎて。嬉しいような悲しいような、けどやっぱり売れてー。はい、もうちょっと前置き長いからね。とりあえず、ラインナップの方を見ていきます。 A から E 賞が特大マルチクロスで、5人のやつですね。で、 F から J 賞が、アクリルスタンド5人、K 賞から O 賞が A3 クリアポスター。もうなんか O までいったら何か分からへん、どれがどれか。ほんで P 賞が、ブラインドミニ色紙で、ラスト1賞が特大マルチクロスということでね。今回国王57回引いてきました。先行者がやっぱいたんで、今日は1人ね、先行者が初っ端に10回引いて2の出たらやめるみたいな感じで思ってたから、まあ、店員さんもね、ちょっと何出るまでか、何出るか待っときましょうかみたいな言ってくれて、で結局2のが出へんかったから、国王もね10回行ったら、その間にまだ3回行っとって、でその後は13回でやめて、国王ズル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 2のに引っ張られてね、結局ラスト17枚っていうところで、あ、店員さんがね数えてくれて、ラスト17枚ですねみたいな言われて、じゃあもう全部もらいますということで、魔法のカード出しつつね、途中で現金切れたから魔法のカード出して、しっかり57枚ねガッツーって買ってきたんで、はい、しっかり回復していきます。チェリーゼアス。はい、とりあえずね、色紙の方開けていくんですけど、多分これ途中で順番がもう変わっちゃってるんですよね。検証とかしたかったんですよ、どういう順番みたいな。まあ一応変わってないと、変わってないことを祈ってね、とりあえず前から開けていきますね。どんな感じやろ、多分前と一緒で順番で並んでると思うんですけどね。いくぞ。はい、お、1か、お、いいんじゃない、いいスタートダッシュ。これもう全員揃ったら一旦開けるのやめます。揃うまで開けます。はい、お、5き3つ目、あー、かぶった。4つ目、よし、え、あ、これ絶対これなってるわ、わかる、今次出てきたらやばいで。はい、オッケー。じゃあ皆さん、わかったわかった、ね、全部順番通りになってます。ほら、え、ほら、ちゃう、2のや。次2の出てきたらもう絶対にずっと固まってる状態です。せーの、ほら2のな。じゃあ皆さん気をつけてください、ランダムに取ってくださいね。多分どんぐらいの間隔なんやろ、4枚間隔ぐらいかな。え、全部で何枚やったっけ、結局それが覚えてないねんけど。2の、あ、やっとミク来た。4つば。はい、ちょっとゆっくり見ていきましょうかね。こんな感じでございます。うわー、かわいい、なんか結んじゃってますわ。はい、うわー、この水着がやばいな。うん、星がついてて、星かな、星じゃなかった、花やったわ。目悪い国王。
で、ニノちゃん。えろ、このメガネ俺と一緒ちゃうんか、俺のメガネと一緒ちゃうんか、これ。うわー、ミク、この顔見てください、これ。なんじゃこれ。で、四つ葉。四つ葉もいつも通り元気やけど、これなんかちょっと大人っぽく見えるな。うん、なんかちょっと大人っぽい感じがする。かわえー。かわえー、水着がこれ、スイカなっとるやんけ。はい、こんな感じでね、色紙。順番通りに多分、前からグワーってなってると思うから、ダン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 みたいな感じで撮ってください。はい、続いて A3 クリアポスター、もうこれもたっぷりあるよ。でも先行者にちょっと撮られたからね、減ってますけど、まず1課からじっくり見ていきましょうか。これ色紙とちょっと、色紙と一緒かな。うん、色紙とほぼ一緒な感じだね。ごめんなさいね、こっからひょっこり話しますけど、そこは見んようにしといてください。うわー、このここエグ、これはエグいわ。わあ、次2の行きます。あっちゃー、ちょっと待ってね。はい、これじっくり見て。この浮き輪ええな。この浮き輪がもし自分やったとしたら、もう空気膨らまされた瞬間パンクされても、もう浮き輪としてのね、人生楽しかったってなりそう。こんな2のに抱きつかれてたらね。うわー、すごいボディしてますわ。ニノって書いてますね。うわ、全身舐め回すように見てくださいね。うわー、すげえ。はい、次ミクですね。うわー、うわーしか言ってへんうわーしか言ってへんけど、これなるで、絶対に。どう反応しろ言うねん、これ。反応できひんわ。反応できひんというか、もううわーしか言わねんわ。開いた口が塞がらへんみたいな感じ。うん、はい、続いて四つ葉。これだからなんか大人っぽいよな。なんやろ、顔がなんかいつもより、大人っぽい感じがしませんか。四つ葉好きの皆さん、どうでしょう。国王の見間違いかな。うわー、このスイカっていうのはいいな。最初レモンかと思ったけど、よう見たらスイカやったんや。まあ、下がスイカのマークやからね。こんな感じです。はい、ラスト、いつきちゃん、どうですかこれ。うわー、素晴らしいボディしてますね、これも。やっぱ人によってやっぱ細さ太さが違いますね。うん、太さかな、細さって変やな。太さがやっぱり体のなんぼね、5つ子言うてもちょっと違いますね。お胸のサイズはまあ見た感じそんなに大差ないような気はするんですけど、下半身のね、やっぱ足、お尻周りかな、全然違いますね。お腹がポッコリしてますもん。四つ葉なんか結構腹筋出そうみたいな感じだけど、いつきはポッコリしてますもんね。それがまたいいんですよね。はい、来た。うわぁ、アクリルスタンド。これがね、イチカが一つだけで、あとはミクも一個なんかな。うん、二個だけ取られてました。まあ全部で二個ずつですね。一人に対して二個ずつ。こんな感じ。まあちょっと一人ずつ見ていきましょうか。これも言うたら、だから A3 のクリアポスターと一緒の柄ですね。サイズはまあ、手のひらよりちょっと大きいぐらい。ほぼ手のひらサイズかな。おわー、でっかい。こんな感じのサイズですね。むちゃくちゃでかいで。おう、こんなもん。おー、でかいでかいでかい。もう絵はすでに見ましたからね。まあ、軽く見てもらいましょうかね。ねっとり。はい。ニノ。これ、でかいぞ、ニノのやつだけなんか。この浮き輪があるから。いやー、いいねー。いいねー。続いて、ミクさん。うわー。これ浮き輪の形がこれ地味にハートなってるんよな。それがまたな、気づいちゃうんですよ、国王は。しっかり、はい。で、四つ葉、すごいな。まあさっきから同じ絵やからコメント全くできひんけど、はい。で、最後が五つ葉と、これ彩りが綺麗な食べ物が、こういろんなカラフルな食べ物食べとるから綺麗ですわ。で、下半身がすごいと。はい、あ、ほんでね、ちなみに裏はこんな感じになってます。すごくない？こんなんなかなかないと思うねんけど、どうなんでしょう。国王が持ってるアクリルスタンドは基本的にこの表面の絵が透かしてあるって感じ。こうやって海っぽくしてるのは初めてかな。全部なってる。うん、これいいよな、意外と。あんまり裏は見えへんけどね。なんか珍しいなって思いました。それでは最後の、特大マルチクロスいきたいと思います。まず一つ目、来たー。このために57回引いたんや。この
倉庫がなかなか出へんかったよ最後ほんまに。でバラしてくれるわ毎回毎回毎回言うても前回だけやけどね。もう前回も最後まで出へんかったよニノちゃん。けど手に入ったんでね、こちらがっつり今回開封していくんでちょっと待っとってくださいね。まあ最初に2を紹介したってことはもう1かだけは当てられてます。はい、あと他はね全員いますんで。こらくわおやで、はい四つ葉うわはい続いて五木うわはい、それではねとんでもないのいきますよ最後せーのキャッ。うわーガッチャッキーうわーうわーうわーちょ見えへんなごめんなさい見えへんかった全然。まあどっちにしろ開けへんと見えへんから、あ、うわあ危ない危ない危ない。どっちにしろね開けないと見えないんで、まず2の開けてから、まあ、後のね別のメンバーは画像で見てください。もうあの開けとったら大変なことになるんで最後しまうのとかね、ちょっと申し訳ないんですけど今回サボらせていただきます。前回めちゃめちゃ頑張ったんでね。だから今回2のと、ラストワンショーこちらの2つをねガチンコで開封していきますんで、しっかり目に焼き付けてください。チェリーズヤス、さあガチで開けていきますよ。普通には開けませんからね僕は。そんじょそこらの開封してる人らと一緒にせんとってください。さあ行きますよ。よっしゃれよっしゃいよっしゃいせーの。普通には開けません。だいぶ下半身痛いねんけど、股関節痛めたかもしれん今の。久々にあんな足上げたわ。行くぞ行くぞ行くぞ。これはやばい。マジで？うーわー見てこれ。うわーおいおいおい、なんですかこれ。なんじゃこれ、なんじゃこれ。はい、これはねちょっと近々部屋にしっかり飾りますよ。今はね難しい、今開いてないからね。じっくり飾る動画作りますんで楽しみにしとってください。まあじっくり見て、ねっとりね。うわーすげえ、アイロン当てますわしっかり。おー正直ねかなり疲れてます。だいぶ疲れてる状況ですけど、ラストワンショーね開けていきますよ。普通には開けんぞ。ふっふっふっ、抑え込み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 一本よし。もう何してんだ俺、普通に開けるわ。なんか汗かいてきたもん、ごめんなさい。普通に開けます。ネタが思いつかへん、最初のあの規制上げたんがちょっと印象強くて、俺あれやった後次何しようって思いつかへんかったもん。とりあえずね開けていきます。これやばいかも。行くぞ行くぞ、皆さん世紀の一瞬を見逃さんといてください。せーの、待って待って待って、行くで、せーの、カン。ちょっと正直まだ見れてません。あんまり見えませんこの状況。足し算のプラスの状態になってます今形、体の形ね。すっごいしんどい、両手ほぼマックスで伸ばさんとこれ届かへんレベル。てか前回と長さは同じなんかな。うわーでもこれ飾りたいな、これは飾りたい。どうしよう、ちょっとじっくり見ます。じっくり見る言うてもね、ちょっとそう、ラストワンショーってなんかあれちゃうんよな、ポーズが一人ずつ一緒かなって前回思っとってんけど、よう見たら違うんよ。一人ずつ見ていただきましょうかね。いちかさん、うーわーねっとり見て、でニーナはね、うおーおーおー、こうレールのように流していく、横に工場みたいな作業になってくるけど、行くよ行くよ行くよ、おー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 、
あかんあかん、手から滑り落ちてもうたわ。俺がこう画面の外で真顔でおるときにわーとか言って撮られたわ今。最悪最悪、恥ずかしい恥ずかしい。今日から俺は春巻きになる、今日から俺は春巻きになる。あ、痛い痛い痛い。はい、ちょっとねふざけてばっかりでごめんなさい。ここもこう見えてめっちゃ喜んでるけど爆死ですからね、はっきり言うけど。数的に言ったら爆死ですよ。うん、ほんまやったら20回で終わろうかなって思ってたんですよ。出えへんもん、ニノがいっつも。これ5等分の花嫁のくじね、せめて A と A から E 賞かな、各2個ずつにしてくれませんかね。ほんとにもうちょい色紙減らしてください。各2個じゃないともう絶対ロット買い浸透無理やもん、俺引きが悪いから5等分に関しては。だから2つにしてくれたらな、めっちゃ助かるねんけどな。けどね、最高、気分は最高、やばい、もうなんかいいもん。前もなんか前回の5等分の時も言ったかもしれんけど、もういいです、このまんま外走り出したい。聖火リレーね、東京オリンピックこのまま走るよ俺、地上波で見とってください皆さん。こうやってね、うわー言うて走ってるから多分いかんと思うけど、それくらいの気分にはなれました。はい、ありがとうございました、5等分の花嫁さん、5等分の花嫁さん分からんけど、あ、キャラットくじかな、ありがとうございます。はい、だいぶね国王もフラフラなってきたんで、レビューの方を今回はこんぐらいで終わらせていただきます。はい、いかがでしたでしょうか。ちょっとね特大クロスに関しては他のキャラがね開けれんくて申し訳なかったんですけど、まあニノをね見て、あれのニノバージョン、ニノバージョンじゃない、ニノの他のキャラバージョンやなと思っとってください。まあ絵柄は出てるんでね、その絵柄を見て楽しんでください。まあもしくは当てに行く、ガッチンコで国王みたいにガチガチで行ったら出ますんで、出るまで引く、それくらいの気持ちいるんちゃうかなと。うん、あんまやらん方がいいけどね。自分のいける範囲でやってください。ここはもう自分のいける範囲超えてますんで毎回。はい、ということでね、たくさんの5等分の花嫁のねくじが手に入りましたけど、うん、まあ最後に1個言わせてもらうと、何の文句も出てこん。確かに最初はね、くわきつーとか思ったけど、まあ、やっぱ時間経つと忘れる。あとこういうグッズたちを目の前にするとね、全く怒りがありません今。はい、やからって次またやるかわかりませんよ。またロット買いですかとかいうコメントやめてくださいね。はい、ほんまに出えへんかったからやってるだけであって、出たらすぐやめますんで。はい、まあね、五等分の花嫁のくじ相当人気やと思うんで、売り切れにすぐなると思います。前回もなんかそんな感じっていう話を聞いてるんでね、もし欲しいと思った方はもう急いで行ってください。もう遅いかもしれんけど、都会のお店とかやったらあると思いますんでね、そういうところをあえて狙って行ってみてください。それではご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。